やっぱ今日も疲れたなぁ。やっぱりね。あ、カルピスあったんだ。ピンポンピンポン。イェイ、鈴木ゆりやです。ちくわ、今日もね、いろいろやって疲れてるんで、そういう時にね、このカルピスウォーター、カルピスウォーターを飲んでいきたいと思います。いやー、今日も疲れたんでね、止めますよ。いや、いっぱいやってこう。お分かりいただけたら、お分かりいただけたら、お分かりいただけ、彼女は、誰もいないはずの隣を振り向いてしまった。何を見ていたのだろうか。あー、待って、この見える？この透明な、綺麗な。これがね、うまいんですよ。今日も、お疲れ様みんな。乾杯！今全米が泣いてる。大事な今日のメインとなるものが、唐揚げ！今日はね、この唐揚げと一緒にね、飲んでいきます。うわ、うまそう。うわ、うまそう、やばい。めっちゃうまそう。取れない。いただきます！いただきます！これは、やっぱ世界を救う？うん。この唐揚げを一口食べた後のこの、うまさ？この唐揚げを一口食べた後のカルピスのうまさがもう、もうなんかすごい伝わるといいなって思います。やっぱね、最近ね、やっぱ受給層とか、やっぱテストとかで、テスト期間とかでちょっと、血行疲れてるんですよ。うん。なので、ね、みんなも一緒に頑張ろう。うん、仕事とかね。やっぱね、まあめっちゃ大人の話になるんだけど。うん。あほ、あほ、あっこ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 。大丈夫かな？今日はこれだけの動画なんですけど。コメントでさ、どうせさ、どうせさ、今から書こうと思ったでしょ、あれ。お前、だから太ってんだよ、痩せろやとか、どうせ言ってくるんだろ？いいやんか！こう、楽しんでも、うまいし、生きてるうちにさ、食べといた方がよくない？では、もう一回いただきたいと思います。バラみたいな。うちね、最近ね、給食の時に牛乳毎回ついてくるじゃないですか。やっぱ、中学生ならわかると思いますけど。その時に、毎回私最近早飲みしてて、そう。その、前言った清楚ギャル目指してる友達に数えてもらってるんですよ、その、秒数をね。それで、最初18秒にだったんですよ。ストロー使って。って飲んで、18秒。から、13秒になったんですよ。で、から、10秒になって、で、その次に、最近最高記録出ました。7.5 秒です。まあ、頑張ります。もう、完食。甘酸っぱいが溢れてる。カルピスウォーター。ということなんですけども、素晴らしく美味しいです。じゃあ、皆さんもね、この動画を見ながら一緒に一息しましょう。じゃあ、バイバーイ。ありがとう。次の動画も見ろ。